こんにちは、ひばるチャンネルです。今日はですね、水草を水上育成する設備を整えていきたいなと思います。使う商品がこちらのリーフィットジェックスさんの商品で、マグネットでガラスの壁面に、水槽の壁面に取り付ける水草用の植木鉢みたいな商品です。使っていく水草がルドウィジアのレフェンスグリーンとグロッソスティグマです。グロッソの方はですね、ボトルアカリウムで使おうかなと思ってたんですけど、ちょっと今日諸事情あってボトルアカリウム手つけられないので、まあストックしたいなと思って一緒に植えていきます。水草を水上育成するメリットというのは、空気中の二酸化炭素を光合成に使わせることができるというのと、あとは苔にまとわりつかれて枯れる心配がないということですね。水の中だとまあ苔にまとわりつかれる、リスクっていうのかな、管理のめんどくささがありますし、まあ空気中の方が二酸化炭素の濃度安定してますよね。これで水上育成させる時のポイント3つほどあると思うんですけど、1つが植え付けた位置が水面から遠すぎない。この水槽のようにですね、深いところに植え付けちゃうと、まあ最初水草って水上用で販売されてることが多くて、それを水槽に植えますね。で、深すぎるので全部水に沈んでしまうと、一回頑張って水中化してくれます、水草が。で、水面に到達して、そこを突き破るとき、もう一度水上化を頑張ってくれるわけで。まあ、結構時間かかるし、水草によってはですね、こう、水面のところで横に曲がって、水の中から出たくないよっていうような動きをしたりするんで、水位はある程度低いところからスタートした方がいいと思います。あとは空気中の湿度が低すぎると種類によっては耐えられなくてですね、ルドウィジアのニードルリーフとかはパルダリウムみたいな蓋をした環境が特に得意です。あと光がですね、ちょうど良くないといけない。ここは光強すぎるんですね。このアクロっていうのが水中の水草をきれいに育てるためのライトでして、水面から飛び出た水上葉、この距離でなおかつ水による反射とか散乱吸収もないので、かなり強い光を浴びてしまってるんですよ、この葉っぱ。それでちょっと赤くで、乾燥にもやられて少し白くなってるのが今のこの子たちです。今回水草を水上育成しようと思ってる水槽がここです。で、まあライト弱めですね。で、蓋して加湿して、水位が深いので、リーフィット、水草のマグネット植木鉢みたいなのを使って、水面に近い位置で干し水栽培していこうと思ってます。ここにはですね、今ルリーシュリンプを入れました。今日水草と一緒に届いたエビなんですが、まあ、こちらのブリードって言わないな、別に今回は。まあ、増やして、自給自足できたらいいなと思ってます。結構水草水槽でエビがいくらでも欲しいなと思ってるんで、いちいち買うより自給自足したいなと思ってるんですが、まあ、それをここで挑戦していきます。これがリーフィットの中身です。ちょっと関係ないもん映りすぎて分かりにくいですね。こちら、エアチューブを通して、フィルターとしても使えますよという商品なんですが、かなりごつい磁石がついてますね。結構硬いです。ソイルを入れるとまあまあ重さいくので、まあ磁石もそれなりに強くないといけないと思いますので、いいんじゃないでしょうか、このごつい磁石は。ちょっと重たいので、水槽の中で落っことしたりっていうのは、まあガラス割れないか、こんぐらいじゃ全然。
まあ、ちゃんとセッティングするので、一回カットします。ソイルを入れたところです。この後、水で濡らして、グロッソスティグマから先に植栽していきます。チャームさんのグロッソスティグマ、水中用ですね。水上用じゃなくて、水中用。で、半パック分です。値段ちょっと、いくらだっけな。すっごい安いっていうわけではなかったんですけど、ポケもついてないし、水中用だし、で、この長さ使いやすくていいかなと思います。最初植え付けた時にですね、深く植え込んだ方が浮いてこないので、この長さがあるのは便利かなと思います。あとは、このリーフィットについてです。ピンセットを磁石で吸い寄せるので、植え付けが若干やりにくいかなと思いました。まあ、最初だけ我慢すればいいことなんで、問題点というほどでもないんですけど。植栽が終わってセッティングまでやってみました。頭の部分、ルドウィジアのレペンスグリーンです。それが水面から出るような位置で、磁石で止めています。よいしょ。かなりレペンスグリーン余ったので、とりあえず水槽に浮かせてます。一番助かるのはこの浮かせた状態で、ピンピンしてる水草ですね。水草を植えて4、5日経ちました。ちょっと様子を見てみましょう。よいしょ。グロッソスティグマまで水上化しちゃってますね。水面を突き破って。まあ、順調なんじゃないでしょうか。ちょっと蓋閉めにくいんだよな。こう根っこもですね、伸びてきてるのが確認できます。で、このルドウィジアのレペンスグリーンですね。育成自体には問題ないかなと。だからその環境的な要因で枯れてくるってことはなかったんですけど、葉っぱが柔らかいんですよね、これ。触ってみないと伝わんないというか、感触までは動画で伝わんないんですけど、なんていうか、ゴムみたいな感触してるんですよ。野菜とかで似た感触あるかな？まあ、ハーブみたいな、こう、表面がパリパリとか、してないですね。植物の表皮が、軟質で、それでですね、ラムズホーン大好きなんですよ、これ。どうやら。ラムズホーンがむしゃむしゃと食べてるのが、ご覧いただけますでしょうか。もう虫食いだらけですね。こっちは浮かしといただけの方のレペンスグリーンなんですけど、だいぶ葉っぱやられてます。で、きちんと植えて葉っぱが水上に逃げてればですね、ラムズホーンの食害から逃れることができるんですけど、水に浸かってるところは水上用だろうとお構いなしにむしゃむしゃ食われちゃいますね。ラムズホーン、アポノゲトンもよく食べるんですけど、このルドウィジアのレペンスグリーンも好きみたいです。アポノゲトンはこいつですね。この昆布みたいなやつです。これは多分クリスプスのグリーンっていうアポノゲトンクリスプス
グリーンっていう、種類、品種だと思うんですけど、花を確認できてないんで、ちゃんと同定はできてないんですが、これもですね、ラムズホーンと一緒に入れてると虫食いだらけになっちゃう草です。本日の動画は以上になります。リフィットですね、チャームで買って1000ぐらいです。100円ショップにあるもので代用できそうな感じもするんですけど、まあ見た目は当然こっちの方がいいですよね。で、やってみないと100円ショップのものでどんな感じになるのかわかんないですけど、例えば磁石の付きが悪いとか、磁石ちょうどいいものがないから、フック使って引っ掛けようみたいになると、あれ？あ、カメラこっちだ。フックで引っ掛ける方式にしようってなると、蓋が閉まんないとか、グラグラするとか、錆びてきたとかですね、水に触れて錆びてきたとか、トラブル起きるかもしれないんで、そういうのめんどくさかったら1000円払っちゃって買うのありかなと思います。うん、多分錆びないでしょ、アクアリウム用なんで、磁石。磁石は金属なのか、コーティング剥がれると錆びるんですかね。わかんないですけど。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。